飾り輪を広げた、求愛行動の様子。左が大型掛け風潮、右がフ、フォーゲルコップ型掛け風潮をフォーゲルコップ型掛け風潮は、スズメ木風潮か肩掛け風潮属に分類される、鳥類である。もともと肩掛け風潮の足とされていたが2017年に、種として分けることが提案され、翌2018年には、 現地調査の上で新種と認められるとする論文が発表された。ニューギニア島の西部フォーゲルコップ半島とワンダメン、半島の山に分布する。標高線から2300メートルの間に生息し、特に1650から1900メートルの間に見られる。生息環境は山地にあるタウリニア、森林の境界部分など、個体群の大きさは不明。 個体数は急速ではないが、減少傾向にあると言われている。IUCN のレッドリストの基準では、リーストコンサーンに位置づけられている。アイルステッドへ通るニオルニア州ハンドブックオブザバーツオブザワールドバードライフインターナショナルデジタルチェックリストオブザバーズオブザワールドバージョン5ニオルニア州。ありがとうございます。